昇進木原公園とは山形県鶴岡市にある運動公園。昭和40年代、鶴岡市における公園の整備は未だ不十分で、また体育施設も競技種目数的には整備されていたものの、その立地は市内に点在し、かつ施設の貧弱さや駐車場の不足から利便性や機能性さらには重速度に欠いた状況にあった。そうした実態を踏まえ、 1974年3月に、鶴岡市総合運動場建設調査委員会は市に、鶴岡市総合運動場の建設計画を、答申した。それを受け、市は、翌年3月に運動公園の整備を、都市計画公園として、計画決定。1975年度に、昇進木原公園整備事業に着手し、1995年に、事業が完了した。 掃除業費は63億5 1一百万円。昇進木原公園は、市が1981年3月に策定した緑のマスタープランの南北塾の南端に位置し、地形的には金峰山の山裾に開け、標高的には市街地よりも比較的高い丘陵地に設置されている。園内には、昇進木原総合体育館、徴用武道館、 鶴岡市昇進木原陸上競技場等を整備。また完成した施設は、ベニバナ国体におけるサッカー、アーチェリー、相撲のメイン会場として使用された。このほか、鶴岡城百軒堀跡にあった鶴岡市野球場が、老朽化したため公園内に新たに整備され、1999年6月5日に、鶴岡市省、巻原野球場が会場している。 昇進木原総合体育館衛生図、NPO 法人鶴岡市体育協会。2017年3月2日閲覧。ABC、公園緑地1991年7月号、体育施設1999年10月号、昇進木原公園。2017年3月2日閲覧。ありがとうございます。